こんばんは、大島たくみです。今回はボンビューの新入荷情報をご案内させていただきますので、最後までご覧いただければと思います。まず1点目がアメリカのブランド DC というブランドのウエスタンシャツです。アメリカ製で、ちょっと素材表記はないんですが、おそらくコットンポリエステルだと思います。サイズが14ハーフの多分32だと思います。こんなバランスです。まあ私ぐらいの、まあ、170センチ58キロぐらいの私ぐらいでちょうどいいサイズかなと思います。オフホワイトエクリューカラーで、生地も結構薄めの生地になりますので、夏場こうウエスタンシャツを着たいという方には本当にぴったりのシャツだと思います。こういうのを腕まくりして夏場着ていただくと本当にかっこいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ポケットのディティールだったりは本当にかっこいいイケてるシャツだと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、同じくウエスタンシャツ、ちょっとこれは詳細がタグがもうほとんど消えてしまっててわからないんですけど、おそらくアメリカ製だと思います。使ってるこのドットボタンがグリッパー社のもの、グリッパージップとかを、まあ要は洋服のパーツなんかを作っているグリッパー社のボタンを使っておりますので、おそらくアメリカ製だと思います。でメーカーとかもちょっとわからないんですが、こちらも、コットンポリだと思います。素材としてはで、サイズとしてはさっきよりも少し大きめで、少しこちらの方が生地がサラッとしてます。なので多分コットンポリ半々ぐらいだと思います。こんな感じです。色としては先ほどと同じ DC と同じようなエクリューカラー、オフホワイトです。こういうちょっとこう真っ白じゃないウエスタンシャツっていうのは本当に使いやすいと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。さっきの DC よりも襟が少しこう大きくて、台襟も少し高い、どちらかというとドレスシャツの襟がついてるような感覚のシャツになります。結構かっこいいです。両方ともいい色ですし、雰囲気は抜群ですね。でちなみに先ほどの DC は少し毛玉が背中の部分とかに見られるんですけど、こちらはもうほぼそういうのがなくて、ちょっとだけ汚れがあったりはしますが、まあ、かなり状態はいいので、お好きな方、サイズが合う方はよろしくお願いします。こんな感じです。ちょっと大きめだと思います。お願いします。続きまして、こちらもちょっとメーカーはわからないんですけども、アメリカ製、ギリギリアメリカと読めるぐらいの文字が残ってます。でコットンポリ、これは半々です。でベースは同じくエクリューカラー、オフホワイトカラーで、馬ですね、馬の蹄と馬がこうミックスされた、マークがこう飛び散っているような感じの柄になります。かなりおしゃれだと思います。見え方はちょっとこうファニーなというか可愛らしい見え方になりそうですけれども、例えばこれでウールパンツとかヴィンテージのジーンズとか、こういろんなコーディネートに楽しんでいただけると思いますので、お好きな方ぜひよろしくお願いします。これもサイズは私だとかなり大きいです。なので180センチぐらいある方でちょうどいいんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、シアーズローバックですね。シアーズのちょっと生産国はわからないですが、コットン100で、サイズが手書きで15と33と書いてあります。で色がミントグリーンというか、ちょっとこうくすんだミントグリーンのような色で、独特の色目です。でタブカラーシャツですね。オックスフォードというかハケメっぽい生地感のタブカラーシャツです。で今その日本で販売されているタブカラーって、そう、要はネクタイが出るスペースっていうのがもう少し大きいんですけど、これはかなり小さいです。なのでネクタイをしようと思うと、本当に真珠の薄いノットがかなり小さくなるネクタイをチョイスしていただく必要はありますが、ネクタイをしなくてもタブカラーをこう外した状態で着ていただいても、もちろんかっこいいと思いますので、かなり雰囲気のいいシャツだなと思います。まあ、胸ポケットが一つあって、ボタンが結構こう大きめのボタンがついている、少しこうカジュアルライクなタブカラーシャツだと思っていただければと思います。ジャケットスタイルでウールパンツを履いて使うっていうよりも、こう様々なこうミックススタイルをするときに使いやすいシャツなんじゃないかなと思います。色も独特で、なかなかこの色今探すと見つからない色だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。シアーズのタブカラーシャツになります。続きまして、ラルフローレンのオックスフォードストライプのボタンダウンシャツになります。サイズが14ハーフの32、コットン100でジャマイカ製です。
まあ、こんな感じです。もうあの説明不要だと思います。もうアイビーとかプレッピーの雰囲気にぴったり収まる本当にベーシックなシャツだと思いますので、お好きな方ぜひよろしくお願いいたします。14ハーフの32なんですけど、サイズは結構大きいです。私だと少しこうガバッと着る感じのバランスになっております。身幅も結構ありますし、着丈もまあまあ長いシャツになります。よろしくお願いいたします。はい、では今回の仕入れ分は以上になります。またあの7月中にあの仕入れを行いたいと思っておりますので、仕入れが完了しましたらこちらで報告をさせていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは、今回終了させていただきます。どうもありがとうございました。